毎度ドクターキャピタルです。音楽博士朝会にドクターやねん。今日はあいみょんのマリーゴールドを歌ってみたいと思うねんけどな、ほんまにええ曲や。歌詞も素晴らしいし、リードギターの6度のフレーズもめっちゃ好きや。6度のフレーズって、まずドレミファソラシドとかあるやん。一つ一つの音に名前がついてる。そしてそこから二つの音同士の間の距離を測るためにはインターバル、度数があるんや。例えばドからレのインターバルは2度。ドレ1、2、2度。ドからファまでのインターバルは4度や。ドレミファ1、2、3、44度。そしてドからラ、ドレミファソラ1、2、3、4、5、6、ドラ6度やねん。で、6度のフレーズというのはこの6度のインターバルばっかりを使ったメロディーのことやねん。例えばこれ、ブルーズやカントリー音楽のギターのフレーズによーく出てくる。ここもそうやねん。目の前でずっと輝いているし、合わせだ麦わらの、これでは6度のフレーズを楽しみながら聞いてください。風の強さがちょっと心を揺さぶりすぎて、まじ返しの日々、かわいそうなふりをして、だらけてみたけど希望の光は目の前でずっと輝いているし、合わせた麦わらの帽子の君が揺れたマリーゴールドに似てる。あれは空がまだ青い夏のこと、懐かしいと笑えたあの日の恋も離れない。でと泣きそうな目で見つめる君を、雲のような優しさでそっとぎゅっと抱きしめて、抱きしめて離さない。本当の気持ち全部吐き出せるほど強くはない。でも不思議なくらいに絶望は見えない。目の奥にずっと映るシルエット、大好きさ柔らかな肌を寄せ、愛少し冷たい空気を二人噛みしめて歩く。今日という日になんと名前をつけようかなんて話して、ああ I love you の言葉じゃ足りないからとキスして、雲がまだ二人の影を残すから、いつまでもいつまでもこのまま、遥か遠い場所にでも繋がっていたいな。二人と思いが同じでありますように。
れたマリーゴールドに似てる。あれは空がまだ青い夏のこと。懐かしいと笑えたあの日の恋も、離れないでと泣きそうな目で見つめる君を、雲のような優しさでそっとぎゅっと抱きしめて、離さない、ああ I love you の言葉じゃ足りないからとキスして、雲がまだ二人の影を残すから、いつまでもいつまでもこのまま離さない。